民放か満放か。この連載を始めて間もない頃、5年前満放を取り上げたことがあった。テレビのグルメ番組を見ていたら満放がテーマになっていた。食べタレと言われているタレントが豆腐のような白い塊を口に入れようとしている。これがマンボウの肉だという。誰だって一体どんな味がするのだろうと思うはずだ。全国の何百万という視聴者は一斉に身を乗り出し、固唾および両酢を飲んで見守ったに違いない。食べタレはその白い肉片を口に含んで目をつぶって大きくうなずき、マンボウについての味の報告を次のように行ったのである。うん、おいしい。この食べタレはバカタレであったといったようなことを連載の二十数回目だかに書いた。以来僕は白クジラを追い求めるエイハブ船長のようにマンボウを追い求めて生きてきたのだった。マンボウは幻の魚と言われている。めったに取れない上にたまに網にかかると漁師が先を争って食べてしまうからだと言われている。それほどおいしい魚らしいのだ。いつかきっとマンボウに会える。その場所は夕日が浜か七里ヶ浜か九十九里浜か白浜か、はたまた須磨の浜か桂の浜か、いずれにしてもどこかの浜辺であろう。つい先日、新宿の歌舞伎町を歩いていて、ふと何気なくミラノ座の地下の居酒屋に入った。テーブルの上にはハードカバーの正規のメニューと、競技に筆の走り書きのヘルプのメニューがあった。ヘルプの方のメニューを何気なく眺めた。マンボウ刺身1100円、マンボウ黄金焼き1100円、マンボウ肝味噌600円。僕は泳ぐような手つきになって立ち上がると、かすりの紺のかすりのお姉さんをやはり泳ぐような手つきで呼び寄せ、泳ぐような手つきでメニューを指さしながら、マンボウの刺身とマンボウの黄金焼きとマンボウの肝味噌をくださいと、ワープロが動転して逆上したようになってお姉さんに申し伝えるのだった。文字はもつれたが発音の方はもつれていなかったらしく、お姉さんはちゃんとうなずいて、ちゃんと伝票に正規の文字を書き記すのだった。ちゃんとちゃんとのお姉さんなのであった。なんという運命のいたずらであろう。七里ヶ浜で出会うはずだった春樹と町子がネオンの歌舞伎町のミラノ座の地下で出会ってしまったのだ。磯膳という店であった。やがてこのテーブルにあのマンボウが白い羅針を晒しながらやってくるのだ。僕はすっかりうずってマンボウの到着を待った。まださっきの動転の余韻が残っているのであった。僕はもともとマンボウには好意を持っていた。まだ写真でお会いしただけだが、つぶらな瞳といい、かわいいおちょぼ口といい、人柄が良さそうだ。人格的にも優れているように思う。一刻も早く食べてみたい。マンボウの刺身到着。色は乳白色。杏仁豆腐を軽く包丁で叩いたという形状である。醤油とマンボウの肝が小皿で出ている。このいずれかをつけて食べるようだ。肝の方は信州味噌と西京味噌で味付けされているという。まずわさび醤油で食べてみる。うん、肉そのものはまるで味がない。はっきり味がないと断定してしまおうとして少しためらった後、やはり味がないと断定せざるを得ない
というような味である。ほんの少しだけ生臭みがある。歯触りはホタテ貝が平貝と関係しているところへイカが差し掛かってちょっかいを出し、鳥のささみもつい興奮して手を出したところをこんにゃくに見つかっていろいろあって結局こうなったというような味わいになっている。したがってわさび醤油はあまりにそっけない。そこで肝の出番となる。この肝が大物であった。肝界のカール・ルイスであった。世界的な肝の組織団体、国際肝連盟 ILA というものがあるとして、4年に一度肝オリンピックというものを開催するとしたら、マンボウの肝はアン肝、ガチョウ肝とともに常に優勝を狙えるほどの実力者ということができる。味でいうと瓶詰めのウニに近く、イカの綿にも近い。イカの綿はゾル状だが、マン肝はゲル状である。したがって包丁で細かく叩いてやる。この小片が歯と歯の間をにょろりと滑って潰れて油がにじみ出る。海の香りがあって油っぽくて、かすかに生臭くて、ぬめぬめしていて磯臭くて、そこのところへ西京味噌の甘みが加わって、これはやはり肝オリンピックにどうしても出場させてやりたい。熱いご飯の上にも乗せてやりたい。こちらはすぐにもウニ丼を制して優勝するに違いない。これだけの味があるから、味のない刺身がかえって全体の味の助けとなる。マンボウの肝味噌は肝に刺身を細かく叩いたものを混ぜたもので、こっちは肝が主役である。肝味噌を2つ取って、量が少ないのでライスも取って上にのせ、肝味噌丼にして食べる。これをレイのバカタレに食べさせてやりたい。でもきっと美味しいとしか言わないんだよね。黄金焼きは鶏もも肉に卵と粉をつけてフライパンで半生に焼いたといった代物だ。いずれにしてもマンボウの身の方は、木働きの女房肝がいないことにはどうにもならないぐうたら亭主といったところですかね。